ありがとう。あ、彼女、彼女、佐野助さんいらっしゃい。あ、彼女も発達障害なんだよね、おそらく。診断はされてないんだけど、仲良くしてほしいよ、俺は。普通にしていいよ、ありがとう。あ、いや、もうなんかメンヘラモード入ってる。大丈夫、大丈夫。あるかないか、何が。ルシーいらっしゃい。うん、ワドツ。配信者に彼女になったら何もなくとも叩かれるのであまり気にしない方がいいですよって。あ、テク。うん。許してやってよ。ありがとう。普通に雑談するよ。うん。お尻を見たい。誰の誰のお尻を見たいの。タルト余るだろうからノンタンにもあげて。あ、わかったわ。うん。ていうか、っていうか、俺思うんだけど、次回から来るっていうよりも、俺は今回、本当に、もう揉め事を起こさないんだったら、今回来た方がいいと思うよ。正直な話言うと。緊張するのはわかるのね。わかるのよ。だけど、ずるずる行くと、ずるずる行くと、ずっとずるずる行くよ。絶対。人間関係ってそういうもんだと思うよ。行くんだったら行くで、早めに来た方がいいとは思うよ、俺は。俺はね。NG 入れてないよ。うん。うん、とは思う。任せるけど。ヘラるなよ。攻めてるわけじゃないから。大丈夫だから。うん。うん、そう、わだかまりができるから。うん。で、参加しないんだったら、もう一生参加しないぐらいの覚悟の方がいいと思うよ。うん。絶対。うん。うん。でも、参加しなくて、誰々と一緒にいたでしょうとかもトラブルになる気がするよ、俺は。絶対嫉妬するから。誰々さんととか、かおこととか、誰々ととか、なるよ、今後。リスナー増えてったら。うん。大丈夫。怒ってないよ。寝る？見てる、はい、雑談戻るね空気重くなったから、うん、いや、たくみさんともいっぱい話したよ。たくみさんともいっぱい話したよ。たくみさんが一番気使ってくれて、たくみさんが一番ややこしいポジションだよ、本当に。うん、切り盛りしてさ、場所変えなきゃっつったらすぐ動いてくれて、個室取ってくれてさ、たくみさんにはもうほんと頭上がらねえよ。うん。陰湿で軽率？まあそういうとこあるよね。うん。そういうとこあると思うよ。みんなで歌おうだって。まだ品種あるから少し考えたらいいよ。うん。まあ、俺もそういうの苦手だからな。うん。テクあるかないかだけ教えてくれ。和道たちは工作垂れるほどもの。セックスうまいかどうかだけ知りたいって。はい。あ、うまいです。うまいって。たくみさんはすごいよ。うん。たくみさんはすごいよ。うん。はい。じゃあお尻見せて。流れがおかしい。うん。だから言ってんじゃん。もう俺はセックス極めてるから。セックス極めてるから、俺。もうそこのステージにいないから。うん。二人のメンタルが心配になってきた。うん。あ、まあ、シェリー、ツイッターにアップするわ、じゃあ、後で。うん。楽しみにしといて。週に何回とか別に数えるほどしてないと思うけど。彼女ですってここに出してるんだから、心配も嫉妬もないでいいと思うよ。そうなんだよね。
だってさ、普通に部屋にさ、呼ぶしさ、普通にさ、こうやってやってるのに、なんか、嫉妬するんだね、女の人って。それが俺は感覚がよくわかんないから、そう。私何なのって言われても、いや、だから彼女って言ってんじゃん、つってんだけどね。うん。後ろのラックはどうなってる？あ、これ普通の本棚。本棚だよ、これ。本棚をここに立てかけてるだけ。後ろに。うん。最近、たくみさんの加えてないの？めっきり加えてないね。半年前ぐらいじゃん、加えたのは。たくみさん、寂しがってるだろうね。うん。エッチしたら彼女？ああ。お尻見せれば済むんじゃない？バンになるわ。ルリの話とかやめてください。うん。ミュールさんとどっちが気持ちよかった？ミュールだからそういうのもやめてください。ミュールとセックスしてません。うん。これだけは言わせてくれ。いつまでもお幸せに。うん。わかってても嫉妬しちゃうんだよ。俺が嫉妬しねえかんな。嫉妬相手いなくない？確かに。そしてワドスね。俺は死んだ方がいいの？うん。いや、禁句でしょ。ご飯食べた？うん。食べた？生放送で見たの久しぶり？元気してた？いらっしゃい。うん。まあでも生主やったことないとこうなるわな。何喋っていいのかどれ捌いていいのか分かんなくなるよな。うん。うん。生き返ろ、死んでねえよ。うん。ギラギラ消えた？あー、ギラギラしてたよね、昔はね。うん、丸くなったんじゃん？みんなに揉まれて。ワドコーニング使ってのってはい、買わせていただきます。ダフや、うん、いや、ワドっすねとか言って。 FC2？ FC2 最近行ってないんだよね、全然。たまには顔出そうかな、ちょっと。うん、たまには顔出すよ。もう3、4ヶ月やってないからね。彼女できて丸くなったワドがこれからどこに向かうのか、こうご期待な。仕事も始めて、彼女もできて、あと生ポ抜けたら叩きどころなくなるな。ハゲぐらいじゃん。うん。ダフヤいらっしゃい。うん。仕事しっかりすればな。普通の人だな。生主感が全然ない、ね。カバーさん仲いいの？まあ普通に、まあ LINE するぐらい。うん。1個上だよね、俺の。まだ31かな。でも学年的に多分1個上なんだよね。ああ。うん。うんちく垂れてる普通のやつ。浮気はしてないけど、モテるかモテない。いや別にモテると思ったこと一回もないけど。目がラミア、まあ、メンヘラちゃんだからね。俺モテないよね。どうだろう、うん、生まれてモテたと思ったこと一回もないよ、うん、みんなメンヘラだよ、うん。いや別に LINE ぐらい全然構わないけど。LINE、別に全然構わないよ。俺そういう、なんか縛るの嫌いだもん。うん。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんねん、もう。